はい、こんばんは。新種読書会の矢沢です。今日も新種読書会のツイキャス YouTube ライブやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はもうこの冬一番の寒さで、長野も明日の朝はですね、マイナス9度になるそうです。もう寝てて顔が寒いです。毎年この時期、1月後半から2月上旬ぐらいまでが一番寒いんで、仕方ないといえば仕方ないんですけどね。もうマイナス10度ぐらいなんですね。マイナス11度とか朝で、本当に東京の人が寒いって言ってると、どこが寒いんだってね いつも思ってんですけども、私もね、都内に大学やってた頃ね、みんな寒い、寒いって言っても、そこまで寒いかって思ってたんですけども、やっぱね、住んでる地域によってね、なんですか、その寒さの基準がね、違いますからね。やっぱりね、マイナス0度ぐらいだったら私もそんなに寒いと思わないんですけどね、やっぱりね、マイナス10度に近づいてくるとね、体の芯から冷えるって気がしますね。でもそうは言ってもね、もっと寒い地域に住んでるおられる方も、いらっしゃるでしょうから。これから、どんどん寒くなってきますけども、皆さんもインフルエンザ流行ってますんで、気をつけていただければと思います。ですね、今日は質問いただいたんでちょっと答えたいと思います。 ツイッターの方ではもう答えたんですけども、読んでる途中でつまらないと感じた本はそのまま読み続けますか？私はもったいない気がして最後まで読んで後悔したことが多々あります。読んでる途中でつまらないと感じた本はそのまま読み続けますか？私はもったいない気がして、最後まで読み続けますということです。読み続けて後悔したことがあると。一応答えとしては、まずいと思ったラーメンを最後まで食べるかと同じですね。お腹が減ってれば食べるし、そうでなければ残すと思いますということでお答えしたんですけども、これは結構ね、よく考えると深い問題ですよね。読んでる途中でつまらないと感じた本、私はあんまりつまらないって感じることは、つまらない本を大体買わないですからね。買ったとすれば、読まないですよね。読まないっていうか、必要に応じて買ってるんで、こういうテーマのことで書いてある本が欲しいなと思って、アマゾンでね、検索して良さそうな本ポチって買うみたいなケースが多いんで、どっちかというと、その楽しみとして読んでるわけではないところが多い、というところはありますけども。でもったいない気がして最後まで読んで後悔したことが多々ありますってことですね。ラーメンの話すればですよ。ラーメン、もしかして1時間並んで食べたと。でもそんなに人が言うほど美味しくなかったと。で、1時間並んだこと後悔することあるかもしれないですよね。で、1時間並んでも美味しいよって言われて信じていくってこと自体が、負けてますよね、やっぱりね。って思うんですね。だから多分ね、面白くない本をわざわざ買うことないと思うんですよ。だから広告でね、100万部売れてるとか、何十万部売れてますとか、増刷してますとか言って、あと書店でね、ポップがあって、ちょっとパラパラめくってみて面白そうだと思って、大体本買うと思うんですよ。あとアマゾンのレビューとかね。で、そういうふうに、前評判っていうのありますよね。で、買ってみて、あれ、そんな面白くないなと思って、でもせっかくお金出して買ったからもったいないから、最後まで読むわけですね。で、後悔するということですよね。映画とかもそうじゃないですか。だから評判になってて行って、評判になってなくてもいいんですけど、行ってね、で、つまらなかったら帰るかってことですね、途中で。でも我慢して最後まで見るか。もう見てるうちに苦痛なのに、わざわざ見る必要あんのかと、いう問題があると。で、結構この世って需要と供給で値段が決まってるから、ある程度のもんが売ってるってことですよね。書店で売ってる本っていうのは、一応編集者が編集して、
タイトルとかもつけて、まあ、価格もつけてですよ。販売してるわけですよね。ということは、ある程度のクオリティっていうものが前提となって、まあ、売ってるわけですね。ラーメン屋だってね、インスタントラーメン出すわけじゃないですから、ある程度のクオリティ、需要と供給があって、競争相手も何件かね、周りにあって、その中で商売やってるってケースがあるんで、まあ、ある程度の期待値はありますよね。で、期待値があって、それに見合わない場合、まあ、無理して食べるのか、ラーメンだったら無理して食べるのか、本だったら最後まで我慢して読むのかって問題ですよね。で、もったいない気がするっていうのは、だから、やっぱ自分の払った分回収したいと思って、まあ、ラーメンだったら最後まで食べる、汁まで残さず飲むとか、まあ本だったら最後まで頑張って読むってことですよね。で、ここにある問題っていうのは、なんだろうな、ほら、まあ、なんだろうな、もともとですよ、ラーメンに1時間並ぶほどの食い物じゃないと思えば、まず並ばないわけですね。で、ラーメンに1000円以上かけて食うのはバカだと思ったら1000円以上かけないと思うんですよ。本だって一緒だと思うんですね。ブックオフで100円で買った本がつまんなかったら、もうそのままゴミ箱に入れて捨てても、別に、まあ、本を大切にした方がいいっていうのはあるかもしれないですけど、あんまり気にならないと。でも、なんかやっぱ払った分、見返りがないと嫌だっていう気持ちって人間にありますよね。だからそれで需要と供給が市場ってもんがあると思うんですよ。だから必ず1000円払えば1000円払った分のなんかサービスが受けられるっていう前提で我々すごい生きてますよね。で、それが期待値以下だったらもったいないから、まあ一応食い物としてラーメン最後まで汁まですするとか つまんない本最後まで読むとか、まあ、あると思いますよね。で、こういうことに人間って縛られてんのかなって思いましたね。何言ってるか分かりますかね？ 分かんないか あ、皆さんこんばんは。パンさんこんばんは。さくらさんこんばんは。ゆうしゃんさんこんばんは。ぽぽさん、すみやまさん、なおじんさんこんばんは。あ、ゆきさんもこんばんは。あ、ゆきさんも今日も放送やられてました。後で、ちょっと、録音で聞きました。面白かったですよ。なんか、結構、哲学的な話をされてたような気がしますけど。あ、白熊、ありがとうございます。ということですよ。だ結構ね、今の社会って、この需要と供給でできてると。で、本当に価値が分かるかどうかって誰も分かんないですよね。人気があるものはいいとは限らないじゃないですか。で、やっぱり個人差があるし。だって我々ジャニーズの男の人なんかジャニーズのタレントに興味ないですけど、女の人は追っかけたり出待ちしたりしてるわけですよね。なんであんなことやんだろうって思ってるんですけども。どんなまずいラーメンでもね、すごいファンがいて毎日食べても飽きませんっていう人もいますよね。で、なんていうか、ほら、物の価値っていうのは、まあ本でも味覚でもそうですけど、自分が美味しいと感じるか、美味しくないと感じるかがありますよね。で、もったいない気がするっていうのは、なんか周りの評価につられて選択して、期待値以下だったっていうことで、思った時に、最後まで読むかとか、最後まで食べるかとか、最後まで映画見るかとか、まあそういう問題になってくるということですね。私はジャニーズに興味あります。あ、デュシャンさんが デュシャンさんが書いてくれた、あれ、質問なんですかね。多分、なんかもうみんな質問してきてくれる人が、いつも聞いてくれてる人のような気がするんですけど、なぜ匿名の質問箱で、感想を伝えてきてくれるのかよくわかんないんですけども。だから、ほら、やっぱ、なんかね、人間期待値があるわけですね。期待とか希望とか。ね、本買ったり、ラーメン屋に並んだり、なんか、映画見に行ったりして、で、まあ、それに見合った、映画だったら1800円に見合ったものかどうか考えると、あ、これだったら DVD で見てからでもよかったとか、もう地上波でね、見ればよかったとか。あ、私の質問ではないですよ。あ、そうです。失礼しました。だから、なんだろうな。みんな期待値を持って生きてんだと思うんですよ。ある程度のね。このぐらいだったら、このぐらいのサービスが受けられるって。ね。ラーメンだったら、一杯800円だか1000、まあ1000円ぐらいか、今。1000円ぐらいの ラーメンで満足できるものかどうかっていう、なんかその期待値っていうのが、やっぱりあるんだなって思いますね。
で、その期待値が上回れば、まあ良かったと。お得だと思うし、期待値以下だともったいないと。もったいないから無理して味わうか、サービス最後まで受けるか、まあ途中で帰ってくるかが、ああ、問題になると。その期待値って人それぞれ違うと思うんですよ。で、それに対して何て言うかね、何も期待しないっていう人だったらあんまり、もう本も3ページぐらいで読むのやめるし、で、何か期待値がある人は一生懸命 レビュー見て、まあ楽天とかアマゾンで何か商品買うにしても、まあね、400件ぐらいレビューついてるのに全部読んだり、事細かに読んで選ぶとかすると思うんですね。で、そこはめんどくさいっていう人は大体この値段だったらこんなもんだろうとか、結構ね、みんなその基準が 頭にあるんじゃないかなと思います。まあ洋服とかもそうじゃないですか。自分に合うか合わないか、合うか合わないかっていうか、期待値ってこれ難しい問題ですよね。まずラーメンとか本だったらいいんですけど、まあ冬のコートを買うと、このコートが果たして自分に似合うかどうかって、まあ試着したり、まあ一生懸命試着して、なんか10着ぐらい試着した挙句買わずに帰ってこれる人っていると思います。女の人とかそういうことできるんでしょうね。フランス人はそうだって言いますね。フランス人はもうめちゃめちゃ試着するけど平気で買わないで帰ってくって言うんですね。日本人だとなんか店員さんね、試着ずっと付き合ってくれて 2時間ぐらいですよ。いろいろ店員さんにこれ似合う、あれ似合うってどうかしらって言って迷って、挙句ですよ、やっぱ買いませんって言って、帰ってったら、これ申し訳ないと思うんですね。その人2時間、まあ、時給いくらで、もしね、アルバイトで働いて、まあ正社員でも何でもいいですけど、付き合わせた上にですよ、買わないってことが、いや、もうなんか申し訳ないと思って、なんか欲しくもない T シャツかなんか 申し訳せずに買ってきて、まあコートは買わないまでもね、まああるいはね、あんまり、まあその中で、まあ自分にとって無難な、なんか、無難なって、まあ一番欲しいのは、でも自分に似合わなかったと、で、なんか地味な色で、自分も地味だから地味なのでいいかと思って、なんかモヤモヤしたまま、買ってくるとか まあそれも2時間かけてですよ。まああるいはね、まあバンさん、私の買い物ルールは直感です。だからもう一回来てパッと見てですよ、まあこれだってもう決めて、さっとそれ、まあ一応試着サイズだけ合わせるぐらいでパッて、買って帰っちゃう人もいますよね。 で、まあもしかしたら買い物上手な人ってのはもう自分の世界観が決まっててですよ。もう自分はこういうもんが似合うと。もう生活スタイルが決まってて、あとはもうただサイズが合ってるかどうか、もう見ればもう店員になんか言われるまでもなく自分のことわかってるし、自分がどれが一番合うかなんか、そんなもうアルバイトの店員よりよくわかっとるかいと。話しかけてこないでくれってオーラを出して、で、言って、まあ買ってね、もう試着だけしてさっと、まあ、パッて帰ってきて、もう15分ぐらいで、買い物を終える人もいますし、もう友達ってダラ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 、まあ試着ね、散々した挙句 T シャツだけ買って帰ってくるみたいな人もまあいるだろうし、いろいろありますよね。このもったいない気がしてっていうのはね、いい言葉だと思うんですね。何をもってもったいないと思う。2時間試着して買わないっていう2時間がもったいない人もいるし、せっかくコート買うんだから、まあ5万10万出してコートを買う場合ですよ。その5万10万をなんか直感で選んで後で後悔したくないって思いで2時間潰す人もいるし、何をもったいないかと思うかって、まあみんな違うんですね。でもおそらくは、でも結構答えは出てる話で、時間がもったいないっていう人は、お金に余裕がある人はもう次は時間がもったいないっていうことになるらしいんですよね。お金がもったいない人は自分が出したお金分ね、美味しくないと思ったラーメンも汁まで飲み干して帰ってくるっていう発想なんですけども、お金に余裕があれば、まあ一口箸をつけてうまくなかったら残して帰ると。で、別のラーメン屋さんに行くと。で、別にそれでまあ次で美味しかったらよかったっていうことになると。まずいとこ無理して食べた方が時間ももったいないし、
限られた食、美味しくないものを無理して食べるほどのことじゃないっていう選択肢が出てくるんだと思うんですね。だからまあ、いくらお金を持ってるかとかもあるし、まあ、あるいはその何に優先順位があるのかによって、何をもったいないかと思うかっていうのは、なんかみんな人それぞれ結構違うんじゃないかなって思いました。だってもう古典作品しか買わないって言ったら面白くないってことはないわけですよ。まあ、つまらないって感じなら読む力がないって話になってきちゃうし、もしかしてエンターテインメントのね、小説ばっかりいっぱい買って、なんかミステリーとか推理小説があって、でつまらないと思うのは、まあその当たり外れのあるジャンルみたいなね、玉石混交っていうか、まあ、人によってはもうミステリーとか推理小説とか全部つまらないし、読むに値しないし、時間の無駄だって思う人もいるわけですよね。だからもう花から読まない人にとってはもうミステリーとか推理小説なんかもう絶対つまんないんだって話になっちゃいますよね。だから結構ね、なんだろうな、人によってその価値観が違うし、で、まあ一応世の中にはでも基準があるわけですよ。需要と供給で。ね、月曜日やってる「鶴瓶に乾杯」なんて、私ああいう番組に全然面白いと思わないですけど、面白いと思って見てる人いると思うんですね。結構視聴率いいと思うんですよ。まあプロ野球でも何でもいいんですけども、歌番組でも結構視聴率高いのやってて、自分は見るに耐えないけど、でも俺は世の中の人面白いと思ってんだとかあって、ある程度の基準がその需要と供給でこのぐらいの、サービスでこのぐらいの値段ですってあるんですけども、でもそれはまあ、なんかこう一般的な人のなんか最大公約数みたいなとこでできてるだけで、本当に何だろうな、自分が価値あるものって、そんな需要と供給で値段がつくようなものなのかって問題もあるし、まあ、もしかして一番贅沢な時間、家でぼーっとしてる時間が一番贅沢だと思う人もいるかもしれないし、いや、なんかリゾート地でね、なんかハワイでね、なんかトロピカルなんとかでも飲みながら海辺にいるのが贅沢だって思う人もいるかもしれないし、まあさっきね、人によって寒さの体感が違うのと一緒で、私は0度ぐらいは別にそんなに寒いと思わないですけど、まあさすがにマイナス10度になるとやっぱ寒いなって思うとか、まあ、人それぞれなんかやっぱ違いますよね。でもなんかみんななんかね、生きてるとなんかこの辺がこうだっていうのがあるんじゃないかと。東京は寒いって言わなきゃいけないんじゃないかとかね。冬はやっぱり東京も寒いって言わなきゃいけないんじゃないかとか。もうなんとなく同調圧力に、この歌別にいいと思わないけどいいって言わなきゃいけないんじゃないかとか、このドラマつまんないけど一応つまんないとは言えないから面白いって言わなきゃいけないんじゃないかとか、あの人いい人だってみんなが言ってるからいい人だって言わなきゃいけないんじゃないかとかね。あの人嫌な人だってはね、そんなに嫌いじゃないけど嫌な人だって言わなきゃいけないんじゃないかとか、結構ね、同調圧力でなんか生きてるとこあるんじゃないかなと思います。冬のシーズンに東南アジアに住めばコートはいらないなって。 期待しない方がいいですね。まあそうですね、まあ、東南アジアに住めば、まあでも何を期待して生きてんのかね、その人がね、周りにいる人が。なんかそういうことをじっと考えると、なんか見えてくるものがありますよね。まあでもそれが全く周りの人と会わなくなると結構孤独な人生になりますよね。ね、実際ラーメン1時間並んで食うほどの食い物かよっていうと、まあなんかみんなラーメン好きな人から、ラーメンね、車で2時間かけて食べに行く人とかに まあ黙っちゃいますよね。まあなんか嫌な感じになりますよね。言わないですけど、私もそんなこと。ね、別に1時間並んで食べたい人食べりゃいいと思うんですよ。だけどまあ、自分の価値観なんで、並んで食いたくないって人、で、まあ、ラーメンに期待しないと。食べたい時あるけど、別にラーメンであればいいって人もいるし。ラーメンだと、豚骨ラーメン嫌いな人っていますよね、一定数ね。醤油ラーメンしか嫌だっていう人もいるし、まあ、いろいろありますよね。でもいろいろあるって忘れちゃうんですよね、なんとなく。なんか世の中にこの期待値を満たしてくれるなんかがあるんじゃないかと思って行って、なんか期待値以下だともったいないなって思って、なんかそんなモヤモヤした思いで 毎日生きてることが多いんじゃないかなと思いました。
な話でした。今日はね、キルケゴルの話の続きをしていきたいなと思います。なんでまあちょっと、お付き合いください。今日は90ページからですね、前回読み上げたとこからまた紹介していきます。あ、前回読み上げたところじゃないや、まあ、前回読み上げたところちょっと戻ると、前回何の話をしたかっていうと、まあ、絶望していないことに気づいてない絶望っていうのがあると。で、そこから進むと人間は、弱さの絶望ですね、自分であろうとしない絶望になるって話をしました。絶望の第二形態ってやつですね。で、その時初めて人間は反省するようになると。絶望を意識しない絶望にいる人っていうのは、直接性の中に生きてるわけですね。この世俗の中で、ラーメン食いに行ってですよ、なんか期待値以下だったなって思うと、なんか美味しくなかったなって思って、悶々として、そんなことに そんなこと そんなこと、そういう直接的なことで悩むわけですよ。だけども、ちょっと進むと、自分自身、反省が出てくると。反省が出てきて、なんか別の人間になりたいなと思うわけですね。で、別の人間になりたいと思うんですけども、でも自分自身を捨て去ることはできないわけですよね。まあ、別の人間になりたい、まあ死にたいと思うと。もうこの直接性の中で生きてて、世俗の中で苦しくて、死にたいと思うことがあっても、でもまさか死ぬことができないんで、まあなんかコンプレックスがあるとかね、なんか忘れたい思い出があるとか言って、忘れたいと思うんですけども、でも忘れられないし、死ぬこともできないし、別の人間にも変わることはできないと思うと、これは89ページ。彼がある程度まで自分の自己を外界から切断しており、自己のうちに何かしら永遠的なものはきっと存在しているに違いないという漠然とした観念を持っているからである。逃れがたい、この 世俗の中に縛られてんだってことに気づいてくるわけですね。自分がもったいないっていうのは執着ですよね。で、執着があるっていうのは、この我々生きてる現実社会の中に縛られてるわけですよ。で、もっと本当にいいものがあるんじゃないかと、もっと本当の自分がどこかにいるんじゃないかって思うになると、1ページ目から最高に面白い本があるんじゃないかと、スープ吸っただけでなんかもう覚醒剤みたいな快感が 脳に走ってくるような究極のラーメンがあるんじゃないかとか、どっか思ってるわけですね。思ってるけど、実際期待していってみたら、スープも大してうまくなかったとか、あるいは1行目から面白くないとか、そういうことになるわけですね。でも、なぜそういう思いになるかというと、実は人間というのは、一切の外的なるものから抽象されて獲得される自己の意識ってあると。それは永遠性だと。なんか永遠の一杯のラーメンとか、永遠の一冊の本とか、なんか究極の何かがあるんじゃないかっていうものが自分の頭の中に常にあるってことを言ってるんですね、キルケゴールっていうのね。だけど、満たされないわけじゃないですか。この世にいれば、そんなに美味しいラーメンにも合わないし、そんな面白い映画も見ないし、なんかそこそこのもんにしか合わないと。そこそこの体験しかなくて、究極の体験ができないと。究極の体験にいつも憧れてるのに、そこそこの体験しかできないと。で、なぜかっていうと、ほら、人間反省していくとだんだんそうなるんだと。現実の自分と抽象化された自分って分かれてくると。現実の自分はそこそこのもんでしかないけど、なんかいつか究極の何かになれるんじゃないか、まあなれるっていうか、本当の究極の何かがこの世界の背後にあるんじゃないかっていう気がしてくるってことですね。いうことを言ってんだと思うんですね。で、続きです。ここから今日の新しいところに入ってきますけども、新しいところっていうか、もう私もキルケゴールのね、第一編、死に至る病だ、絶望のことであるは一応全部読み上げて紹介してるんで、まあ以前紹介したよりちょっと角度が違うと思いますけども、まあ、昔の音声ちょっと私も聞き直してないんで、言ってることなんか矛盾してますよって言われても困るんですけど、まあ今読むとこうなりますっていう説明だと思って聞いていただければと思うんですけども、続きです。90ページの6行目。かくて彼は絶望する。そして彼の絶望は彼自身であろうと欲しない点に依存する。けれども彼は無分別に別の人間になりたいなどと笑うべきことには思いつかない。
彼は自分の事故に関する関係をまっすぐに保っている。その限り反省が彼を彼の事故に結びつけているのである。だがその場合、彼は自分の事故に対して、いわば単に自分の家に対するような関係をとっている。事故に対する関係は、誰かが自分の家に対して持ちうるような、ああいう悲壮な関係ではないのだという点に喜劇性が成立する。自分の家が何らかの事情で、ストーブが煙る等々、不愉快になると彼は外に出ていく。無論完全に立ち去るわけでもないし、別の新しい家を借りるつもりもないので、彼がその家を依然として自分の家と思い続けていることには何の変わりもない。ただ彼は自分の家が再び気持ちよくなるまで外で待っているのであるということです。この前、夏目漱石の門っていう小説で年末読書会やりました。宗助っていうのは、裏切った友達、安岡でしたっけ、安井が、堺、ね、崖の上に住んでる堺の知り合いだってことに気づいて、愕然として逃げ出すわけですね。このことと同じこと書いたんですよ。何か、家出てっちゃったわけですね。急に参戦するって言って、およねを置いてですよ。なんか、禅寺に行っちゃったわけですよ。で、なぜかっていうと、絶望したわけですね、彼はね。で、絶望して、自分の家を、まあ、家を捨てるわけじゃないけど、出てっちゃったわけですよ。で、人間というのは、自分自身を禅寺に行くように、たまに出てって、門の中に行こうとすることがあるってことを言ってるんですね、これね。我々もなんかその、ね、ラーメン食ってあんまりうまくなかったと、なんか究極のラーメンがあるんじゃないかなと、思うわけですよ。なんか本当に面白い本があるんじゃないかと。誰かと交際しながらも、もっといい彼女、彼氏はいるんじゃないかとか、なんとなく思いながら、思って不満に思う時があるっていうことですね。で、まあ、あるいは、宗助のように、なんとなく家を出てくるということがあると。で、これを、これは、ギルケゴールは喜劇的だって言ってるんですね、こういうことを思うこと自体は。で、完全に立ち去るわけではないし、家出してそのまま二度と家に帰ってこないわけじゃないけど、なんとなく家の居心地が悪いと、なんか臭いとか、なんか煙ったりとか、なんかあって寒いとか、なんかまあ外出てくわけですね。なんか家にいらんない事情があって、家にいると不愉快だから、まあ出てくと。で、出てって、でも永久に立ち去るわけでもなくて、ふらふらして、でもやっぱりなんとなくやっぱり家に帰ってくるってことですね。で、自分に自身に対する関係も、まあ自分という肉体でも何でもいいですけど、自分に対してもなんかちょっとふっと自分自身から離れてみたいと思うと、まあプチ家出みたいなものをして、で、まあ、例えば試着室で普段着ないような、まあね、この前面白かったのは、ブラジャーつけると優しくなれるそうですよって男の人があってね、コメントいただいたんですけども、まあ、たまにブラジャーをつけてみたいと、あるいはティーバッグを履いてみたいと思うかもしれないですね。思ってみて、それ喜劇的じゃないですか。それでそのまま一生つけてるわけじゃないですよ。そのまま女の人になりたいって変わるわけでもないのに、なんか気まぐれで今の自分になんか不満があるのか、なんか今の自分自身が居心地が悪いと。だからなんか急に女装し始めるとか、ブラジャーつけるとか、あるかもしれないですよね。で、そのままもしかしてそっちの方がしっくりいくから、もうずっと女装し続ける人も、まあ、もしかしたらいるかもしれないですよね。東大和法の書いた東大の先生はそうなんですよ。女装してるんですよね。なんていう方だったらちょっとお名前失念しちゃったんですけども、一回女装してみたら、こっちが本当の自分だと思えたっていう書いてありましたよ。だからもう女装してんだって言ってました。でもまあ、性別的に奥さんもいるらしいんですけども、男の人なんですよ。だから女装したら、今まで自分は無理してたってことに気づいたってことですね。だから、門の宗助も、なんか無理してたんですね、家でね。なんか、崖の下の家にいて。で、それが安井が来るってことになったら、もう家にいらなくなってた。なんかいろいろ無理してきたことが、なんかもう積もり積もって、まあ、外に出てったわけですよね。かといって捨てるわけじゃないんですよ。家を捨てられずに結局戻っていくんですね。でもその門に行ってた間
ていうのがあると。で、人間ってそういうことやるってことですよね。なんかちょっと反省の意識あって、本当の自分探しみたいな、なんか世界中旅するみたいな、あ、自分を変えたくてね、なんか自己啓発セミナーに行くとかまあなんだろう、環境を変えてみるとかね、自分を変えたくて転職してみるとか、まあなんかいろいろあると思いますよ。だけどまあそれはプチ家でみたいなもんで、完全に自分から立ち去るわけじゃないわけですよ。でなおかつこれ続きですね、別の新しい家を借りるつもりもないので、彼がその古い家を依然として自分の家と思い続けていることには何の変わりもない。ただ彼は自分の家が再び気持ちよくなるまで外で待っているのである。絶望者の場合もちょうどそのようなものである。困難な状態が続いている間、彼は あえて自分自身のもとにやってこようとはしない。彼は自分自身であろうと欲しないのである。しかしそういう状態もやがては過ぎるだろう。おそらく事情が一変し、暗い可能性が消え失せ、やがて忘れ去られるであろう。その時が来るまでに、彼は時々いわば自分のもとに訪ねていって、何らかの変化がそこに起こっていないかを確かめてみるのである。その変化が起こったとなると、彼は自分の家に戻っていく。彼は再び彼自身となった。彼はこういうのだが、それは要するに彼が元辞めていたところからもう一度始めるというだけのことである。ある程度のまでは彼は一種の事故であった。しかしそれ以上のものには彼は決してならなかったのである。これこのまんま宗助のこと言ってるんですね、門の。宗助って門の中行ったわけですよ。で、叩いて、自分で開けて入れって言われるわけですよ、門から。で、戻っていくんですね。で、戻ってきたらもう安井も帰っちゃったし、まあ、お米もなんか体調良くなって、とりあえず五六はなんか堺の家に書生で雇われて、まあ、よかったよかったと。で、ちょっとプチ家でして戻ってきてみたら、まあ、いろいろ自分の悩んでた困難な状況が、まあなんか時の流れのおかげのせいか、まあ、過ぎ去ってたと。困難な状況が過ぎ去ってて、戻ってきたら、再び宗助は宗助自身になってですよ、なんかウグイスが泣いてるって泣き方が下手だとか言って、また冬になるさって言って終わるんですね。でまた彼が元辞めて、まあなんか給料はちょっと上がったり、まあ、孤独の問題がまあ究極的には片付いてないんですけど、まあ一応一緒に住まなくてよくなったと。親姉と3人で暮らしてるときついわけですね、孤独がいるとね。酔っ払って帰ってきて、大米に冷たく当たるから、まあいなくなったと。よく考えると最初の状態に戻っただけなんですね。で、辞めていたところからもう一度まあ、あの物語で言えばまた最初に帰っていくみたいな、まあ、無限ループですよ。で、なんか一回門に入ってですよ、このままなんか大米とかみんな捨てちまおうかとか一瞬思ったこともあったと思うんですよね。でそこまでちょっと思い詰めたことあったけども、結局全部元に戻ってったってことですよね。で、まあ彼はある程度までは一種の事故であったと。門の中に参殿して座禅してた時は、一度はそのいろんなことを忘れて、まあ父母未生以前の本来の面目を考えるとか言って和尚さんに説教されてですよ、まあ一種の事故には一瞬なったんですけども、結局門から出ていけば元の自分に戻ったってことですね。で、多くの人がこういうことやってるってわけですよ。ね、自分探しの旅だとかね、直人インティライミさんじゃないですけど、ね、世界一周してのが歌手になりましたみたいなね。もう歌手になったのはいいんですけども、まあ結局はなんかその自分探しをしてプチ家出をしてもまあ戻ってきたけど、大して自分そんな成長してない。でも本人は成長したって言うんですよ。旅に出て私いろいろ知りましたと、大きくなって帰ってきましたと言うんですけども、まあ、ね、キルケゴールから言えばほら無限に喜劇的なことであると。なんか家がね臭いからちょっと外出て帰ってきたらね、まあ、ちょっとその匂いが薄くなってたからもう一回住み始めたみたいなもんで、そんなもんだってことですよ。で多くの人は自分自身に対してそういう関係しか、取ってないんじゃないかということですね。まあ例えばアルコールとかの問題で言えばね、まあ、毎晩晩酌すると晩酌して2時間ぐらいはですよ、自分であることから外れたいわけですね。ちょっと気が大きくなって
なんかお酒飲んで気分良くなって寝ると。それはちょっとしたプチ家出だったってことですよね。で、まあ、それが度が過ぎると依存症になっちゃうんですけども、ちょっと自分を離れたいという気持ちがあるわけですよ。自分自身であることがやりきれないと。自分の家にずっと引きこもってて、なんかだんだん暑かったり寒かったり不愉快で、ちょっと外を出てみる感じで、まあお酒を飲んだり、まあなんかクレジットカードでなんか散財したりですよ。なんかまあいろいろ出会い系のあった人に会ったり、なんか刺激を求めてまあパチンコ屋に行ったり、なんかちょっとして、でもそっちに完全に行けないもんですから、全く別の人間になるわけにはないんで、また家にやっぱ戻ってくると。で、こういう感じで、人間っていうのは、自己との関係を築いてるってことですね。自己自身の関係っていうのは、家と自分自身の関係によく似てるってことですよ。ということを言ってんですね。で、続きです。さて、どういう変化も現れてこないとなると、彼は違った仕方の策を講ずる。真実に自己となるためには、内面の方向へどこまでも追求せねばならぬのであるが、彼はこの内面の方向から完全にそれることになる。より深い意味における自己に関する全問題は、彼の魂、この背後には実は何もないのだが、の背景における一種の鎧となる。彼は自分の自己を受け入れる。すなわち彼が自分の言葉で自己と名付けているもの、すなわち彼に与えられているであろう、彼の素質、才能を受け入れる。けれども、これらすべてのものは、彼は外の方向に向かって受け入れるのである。実生活、そう人々は呼んでいるの中に、現実の活動的な生活の中に、彼は方向を取るのである。自分のうちにしか持ち合わせていないわずかばかりの反省を、彼は極めて慎重に取り扱う。背景に潜んでいるものがもう一度台頭してきやしまいかと彼はビクビクしているのである。そこでそれを徐々に忘れることに成功する。やがて年月が減るにつれて、そんなものはほとんど笑うべきものだとさえ考えるようになるということですね。まあ青春時代って本当の自分探しすると思うんですよ。まあそれは思春期の時代が だとすると、自分って何なんだろうとか、本当の自分だから、なんかね、自分自身が空っぽなわけですよね。で、空っぽだから、なんかあるキャラを装うってことですね。それがなんか今言う陰キャとか陽キャとか、陽気なキャラとか陰気なキャラとか、まあ本来あるが姿のままが陽気だったり陰気だったりするとは思いますけども、まあそれでも、まあ学校とかで集団生活させられる中で、なんか役割を与えられると、まあ自分自身でやろうとするために、なんか誰かの喋り方真似したりですよ。なんか誰かのモノマネするわけですよ。それはなんか、今で言うとなんだかわかんないんですけども、例えば尾崎豊さんの曲が好きだから尾崎豊さんみたいな感じになるとか、まあなんでもいいです。カート・コバンが好きならカート・コバンみたいになるとかですよ。なんか、ね、芸術家が好きならなんかピカソみたいな絵描き出すとか、なんか違った自分になろうとするわけですよ。でも、本当は自分の中に向かってですよ。本当の自分を追求していかなきゃいけないんですけども、多くの人はなんか外になりたいものがある、自分のあるべき姿を外の方に求めていくわけですね。で、自分探しっていうのは外の方に行ってしまうと。内面の方に行って自分の方に行くことはないと。外の方向に向かって自分を受け入れようとすると。ほんで、なんか歌を歌ってみたり、まあ絵を描いてみたり、あるいは小説書いてみたり、なんかいろいろやろうとするわけですね。で、自分を表現したいですって言って、外に向かって表現していくわけですよ。で、そういうことやるということです。で、まあその中でわずかばかりの反省を得るってことですね。まあ受け入れられるか受け入れられないか、自分の素質とか才能とか、その辺のことをやってるうちに、外に向かってやってるうちに、ある程度、まあ、自分の限界っていうものにも気づくって、外に向かった時の限界ですね。気づくと。だけど、
それは外に向かって自分を定義しただけであって、内側に向かって掘り返してないですね。プチ家でしてみて、まあ子供の小学生の家でみたいなもんで、家の周り半径ですよ、500メートルぐらいうろうろして、やがて夕方になったらなんか心細くてなんかひっそり帰ってくるみたいな感じだってことですよね。でそれはでも思春期の頃になんか自分になりたくて、なんか自分を表現したいですって言って何かを表現して、まあ、大体この辺だと歌歌ってみたら下手だとかなんかみんな聞いてくれないとか、まあ、だんだん分かってきて、まあ上手かったとしてもですよ、なんか、どっかアミューズのオーディション受けたとかですよ、なんか検温のオーディションとかのなんかあるんですかね、まあそういうのを LDH のボーカルオーディションとか出して、まあ、一次予選ぐらいで敗退するとか、まあM1 グランプリとかね、なんとかグランプリに応募して1回戦で負けるとか、まあなんかしながら、まあだんだん世間と外の方向に出てった自分に、まあ折り合いをつけていくってことですね。で、折り合いをつけた時初めて人間は、あ、この辺なんだ俺はって反省が出てくると。で、そこでまあ大体、それで終わっちゃうんですね。で、本当は自分の内面の方にある、ものと向かい合わなきゃいけないんですけども、まあ宗助が門の入り口まで行って叩いて入るなら自分で叩いて開けて入れって言って、まあ戻っていくぐらいで、終わっちゃうわけですよ。門の中に入るっていうのは、まあ門外に出てってさらに内側の方をえぐっていくって話なんですね。多くの人は内側の方をえぐるまでいかないわけですよ。外側の何かに弾き返されて戻ってきて、自分の家に戻ってきて、やっぱり実生活と人々が呼んでるものの中、現実的な生活の中に、埋没していくってことですね。でも本当はこれからそこから始めなきゃいけないのは、今度内側を掘り返していくことだっていうのをこれ言ってるんですね。でも内側を掘り返すことをやる人はあんまりないってこと。だから何かに、自分以外の何かになろうとして大してなれずに、まあ跳ね返されて、まあそこでまあ大体この絶望では第二形態、自分であろうとしない絶望のとこで、まあ大体の人はそこで終わるってことですね。ということです。で、実はそのさらに第3段階とか第4段階っていうか、そういう方までいかないってことですね。で、ちょっともう一回戻って読みますけど、実生活、そう人々は呼んでるの中に、現実の活動的な生活の中に彼は方向を取るのである。自分のうちに持ち合わせるわずかばかりの反省を彼は極めて慎重に取り扱う。背景に潜んでいるものがもう一度台頭してきやしまいかと彼はビクビクしているのである。背景に潜んでいるものっていうのは自分の内面の方にあるもんですね。まあそっちは見ないと、それでそれを徐々に忘れ去ることに成功する。やがて年月が経つにつれて、そんなものはほとんど笑うべきものだとさえ考えるようになる。まあ思春期の頃にすごい自分のことで悩んでたと。でもそれがもう30代40代50代になると、思春期に悩んでたことっていうのはリアリティを持っても同じように悩めないってことですよね。今私たちがもう30代以上、まあ、20代後半からいて、もしかして10代のね中学生がすごい自分のことで悩んでると、深刻に絶望的に悩んでて、切実に自分以外の何かになりたいと思って、悩んでるってことを見ると、まあ中二病だっていうわけですよね。中学2年生が持ってるなんか本当のあるべき自分がどっかにあるんじゃないかと思って見てるのを見ると、なんか中二病だって言うんですけども、実は中二病の背後に潜んでるものってのは本当の事故に向き合うっていう時期があるわけですね、人間でね。でも大人になっていくにつれて、なんか本当の自分探しで、まあ、ちょっと外、ね、うろうろして弾き返されたり世間にも揉まれてですよ、まあ、若干の反省意識とか芽生えて、そこで自分ってものを定義してですよ、すごすご自分の家に帰ってきて地道な仇の生活をすると、そういうことですよ。でも仇の生活しても、中学2年生の頃感じたような自分の背後に潜んでる恐ろしい何かってものに、まあ、向き合うことはもうその後ないわけですよ。で、さらにそれを一生懸命忘れようとして、完全に忘れ去って、まあそんなの中二病だよって言って、ナンセンスでバカバカしいもんだと思い込むようになるってことですね。
ことに彼が実生活に関してセンスと能力を持ち合わせているような有能な活動的な人たちと仲良く交わっているときは特にそうである。素晴らしいことではないか。彼は今やちょうど小説の中にあるように、実に数年来幸福な結婚生活を送っており、活動的な企業的な人間であり、父であり市民であり、おそらく偉人ですさえもある。家にあっては雇い人たちに対して旦那様であり、町では名簿家に属している。彼は人格者として登場し、人格者としての聖望を張り、人格者としての聖望を協力している。キリスト教会にあっては彼はキリスト者であり、異教会にあっては異教徒であり、オランダにあってはオランダ人であるというのと全然同じ意味で、教養のあるキリスト者のうちの一人である。その他、彼は不死の問題にも携わっている。そして一度ならず、牧師に一体そんなものが存在するのか、人は真実未来において自分で自己を再び認めうるのであろうかといったことも問うたことはあるのである。事実、またこれは彼が特別に関心を持たなければならないことである。なぜというのに、彼は永遠の世界において再び認めるような自己を持っていないのであるから、ということですね。中学2年生の頃には永遠の自己、自己の背後にある自己というものに、まあ一瞬、思春期になって気づくわけですね。だけどその後は、そういうことをバカバカしいと思って、まあ外に自分を探しに行って、まあ見つからなかったと。で、折り合いをつけて、まあとりあえず就職して、まあ結婚したり、まあそれなりに自分の望みの仕事について、なんとなく生活すると。で、気の合う仲間もできて、まあ世の中で認められて、ある時は社長とか言われたり、お父さんと言われたり、先生って言われたり、旦那様とか言われたり、言われると。で、社会的な役割を果たして、まあ生きてはいるんですけども、で、たまにまあ宗教心にも芽生えてですよ。まあ、キリスト教徒ではたまに教会に行って牧師に死後の世界は存在するんですかとか、そういう話をすると。人間の魂は永遠なんですかとか、そんな話もすると。読書をしながらそんなことにも気づくし、あるいは聖書を読んだり、お経仏教、まあ、お経なんか神社仏閣に行ってそんなことを感じたりですよ。まあ思うこともあるけれども、でも永遠の世界において再び認めうるような自己を そういう人は持ってないっていうんですね。まあ、思春期の頃に本当の自己に向かい合うことから逃げて外に出てっちゃった人は一生自己自身を持つことなんかないと。その後の人生で、あの社会の直接性に埋没すればということです。で、続きです。こういう種類の絶望をある程度風刺を加えることなしに真実に描写することは不可能である。誰かがもし自分はかつて絶望していたことがあるなどと言うとしたら、これは喜劇的なことである。ヤンキーが昔俺やんちゃだったんでっていう、それはすごい喜劇的なことだっていうことですね。それは中二病でしたって言ってるのと同じで、実は中二病だって言ってるその人は最も中二病的状態になってるってことに気づいてないということを言ってるんですね。で、続きです。その人が自分では絶望を克服しているつもりでいても、実はその人の状態こそが絶望に他ならぬとしたら、これは戦慄すべきことである。というのは、世間で非常に称賛されている、世才というのは才能、すなわち立派な忠告、世才というか、世間で非常に称賛されている、まあ、考え方ですね。すなわち立派な忠告や賢明な諸星君など、途方もない寄せ集めの根底には、危険がそもそも何であり、一体どこに存するかも知らないような徹底した愚鈍が潜んでいるということは、無限に喜劇的である。同時にかかる、倫理的愚鈍こそは戦慄すべきものなのであるということですね。まあ、ちょっと括弧の部分飛ばして読んだんですけど、まあ、俺もいろいろやんちゃだったんでって、今この商売やってますとか言って、まあ、ラーメン屋のおじさんになんか説教されたと。で、お客さん頑張ってくださいよって言われるけども、ラーメン屋のおじさんっていうことないか、なんか居酒屋のトイレに貼ってあるなんか親父の小言銃とか書いてあるんじゃないですか、あれのね。立派な忠告や諸星君ですよ。誰が読んだってその通りだって思うようなことが貼ってあると。で、そういう形で、その寄せ集めのいい言葉、名言集みたいな、トイレに貼ってある名言集なみたいなもので、酔っ払ってみて、ああ、なんか、明日からもう真面目に働こうとか、なんか思うとしたら、これはとんでもない、やっぱり絶望だってことを言ってんですね。
もう危険がそもそも何であり、一体どこに依存するか知らないような徹底的な愚鈍というのが、トイレのなんか日めくりカレンダー、相田みつを的な人間だもの的なものがですね、あそこに潜んでると。なんか収蔵、松岡修造のカレンダーみたいなもんで、なんか、無限に喜劇的で、徹底して自己自身であろうとしない人が、絶望していることに気づいてない、あるいは絶望に克服したって思ってる人が、ありがたがって、ありがたがってっていうか、ありがたがってはないんですけども、トイレに処世句が貼ってあること自体の喜劇的なことに気づかないで、それを受け取ってると。これは戦慄すべきことだってことですね。自分自身をすごい騙してるから、トイレに処世句なんて貼ってんだってことですよ。トイレに処世句が貼ってあること自体が恐ろしいってことですよ。で、その恐ろしさに気づいてないと。いうことですね。これも絶望というか罪だ、罪深いって言ってるんですよ。なんでこれが罪深いのかっていうと、まあ、これが続きに書いてあるんですけども、で続きを読んでいきますけども、地上的なるものないし、地上的なあるものに関する絶望は最も普通の種類のものである。特に一定量の反省を伴った直接性としての第二形態のもとにあるものはそうである。だが絶望が徹底的に反省されてくればくるほど、それは世間にはいよいよ稀にしか見出されなくなってくる。しかしこれは単に大抵の人間はその絶望において特に深刻になるということさえないということを生じしているだけのことで、決して彼らが絶望していないという意味のことを意味していない。単にある程度だけでも精神の規定のもとに生きているような人間というのは非常に少ない。否、そういう生活を試みようとする人さえ決して多くはない。そしてそれを試みる人たちのうちで、大抵は直にまたそこから離れ去っていくのであるということです。これは何のことを言ってるのかって、ですよ、昨日私、チャルマーズ・ジョンソンの本読みましてね、自民党の政治っていうのは、日本が議会制民主主義をやってるってことのまやかしだって一行書いてあるんですよ。外国人から見ればそうだってことですよ。我々が民主主義だと思って、選挙に行って自民党に入れようが立憲民主党に入れようが希望の党に入れようが悩んでることなんで、そんなこと民主主義でも何でもないってチャルマーズ・ジョンソンは思ってたってことですよね。でも我々それ一生懸命民主主義に関わる問題だと思って、あ、行くけど棄権しようとかわけわかんねえこと言ってるやつとかいたわけですね。で、これはもう無限に喜劇的だと。トイレの処世訓みたいな民主主義ばっかやってるってことですよ。で、トイレに貼ってるある処世訓でちょっとなんか話し合って、俺たちどう生きるって言ってるような程度の、ことをやってる喜劇的な自己欺瞞というのの構造に気づいてないから、気づいてないと。で、外国人から見れば自民党のね、一党支配っていうか、自民党一強っていうのは議会制民主主義 やってるって、アリバイ作り、日本がやってる壮大な自己欺瞞だって見えちゃってるわけですね。で、我々はそう思いたくないんですよ。なぜなら我々は地上的なるものにとらわれてるからですよ。直接性の中にしか生きてないから、我々が日本の抱えてる政治風土っていうものに、もうその直接性に頭やられちゃってますから、その中で、保守だ革新だとか、右だ左だとか一生懸命喋ってるんですけども、そんなことは何でもないよ。トイレに貼ってある処世訓と一緒ですよ。それがありがたいかありがたくないかって言ってんのと変わらない精神構造だと。で、そのこと自体の喜劇性とか絶望的な状態に気づいてないで、ほとんどの人は生きてるから。で、まあそういう まあそういうところに生きてるんだっていう自覚がある人自体が少ないってことですね。で、それに気づいた人だけが本当に精神の規定のもとに生きてるような人間ということになると。いうことですよ。で、続きですね。彼らは恐怖と怖意を学んだことがなかった。怖意って何々すべしってことですね。カントの言う提言的明法みたいなもんですね。何事かが起ころうとする、何事が起ころうとも彼らは無頓着、限りなく無頓着だったのだ。だからして彼らは自分の魂のために配慮するだの、精神足らんと欲するだのというようなことには耐えることができないのである。
そんなことは矛盾なのではないか。世間の鏡に照らしてみれば、その矛盾はいよいよもって際立ってくるのではないか。そんなことは世間の目から見れば一種の暇つぶし、それも許すべからざる暇つぶし、できるなら市民の掟によって罰せられねばならないものなのではないか。少なくとも人間に対する一種の裏切り、気違いのように時間を空気する傲慢な狂気として、嘲笑と軽蔑をもって処罰されるべきものなのではないかということですね。まあ我々は生きてる中でですよ、本当に喋ってることがみんなトイレの親父の小言10ぐらいの話で、ぐるぐる話がもうテレビマスメディアもその話で持ちきりだと、我々の日常会話もトイレの書生君ぐらいの話の直接性の中でやってるということですよ。でもし人間が抱きうるとしたら、中学2年生ぐらいの時に本気で事故に悩むっていうか、自分自身の問題に悩むけども、その後はトイレの書生君でやり過ごしてると。で、いや俺も中学2年生ぐらいの時は絶望してたことあるけど、今こうやって元気にやってますみたいな感じで子供に説教することが、中学2年生になんか課外授業ようこそ先輩みたいな感じでなんか言うことはあるかもしれないですね。自分の体験を語るとかで、まあ絶望を克服しましたって言ってると。でもそれこそが本当の絶望なんだと、戦慄すべき絶望、喜劇的などうしようもない状態だってことを、これはキルケゴールは言ってんですよ。でこれはもう暇つぶしだと、許すべからざる暇つぶしで、あの人間性に対する裏切りであり、気違いのように時間を釘してる状態なんだと。本当はこれは罰せられなきゃいけない状態なのに、もうそれに全然直接性の人間たちは気づいてないと、わずかばかりの反省を持って自分自身だとか言いながら、なったとか言いながら、絶望、私はかつて絶望しましたけど克服しましたとか言いながら、倫理的な愚鈍、徹底した愚鈍の中に生きてると、これはもうやりきれないってことを、まあキルケゴールが書いてるってことですね。これ何言ってるか分かんないですかねあの私はもうなんか読むと心が痛いっていうか、もう全然本当にプチ家での状態でみんな生きてると。でなんか帰るべき家があるから、そこに家はまあとりあえずいいんだっていうぐらいの感じで生きてると。今の状況は絶望、まあみんな絶望的だと思ってますよ。絶望的だと思ってる人は結構いるかもしれないですけども、いやその絶望っていうのは、いやなんかもう何ですかね、やっぱり倫理的な愚鈍でしかないってことですね。突き詰めてもないし、戦慄すべき倫理的愚鈍の中でわーわー喋ってるだけだってことですね。で、これやりきれない。で、ここがスタートラインなんだっていうことを、これはイケルケゴールは、言ってんですよ。あ、ゆきさんありがとうございます。だからゆきさんも今日、もしかしてね、銃がおもちゃだったらいいのにねって子供が言ったと。で実は我々が生きてる中で別に銃なんてないんですよ。ほとんどはおもちゃなんですね。我々自身がおもちゃみたいな生活をしてるわけですよ。でもおもちゃみたいな生活だと思ってないわけですよ。何か本物であるかのように振る舞ってる、本物の銃であるかのように振る舞ってるんですけども、子供はおもちゃでだったらいいねっていう、なんか本格的なこと言っちゃうわけですね、ポロッとね。で子供星のおじさまじゃないですけど、子供はね帽子じゃなくてね、なんか象を飲み込んだ蛇だとか言うわけですよ。だけど大人の方はあたかもおもちゃであるようなものを本物だとして扱いながら、直接性の中で生きてしまってると。で限りなく無頓着だと。おもちゃを銃だ銃だって言って、北朝鮮からミサイルが飛んでくるってわけですよ飛んでくるのかどうか知らないですけど、そのことは本当に自分にとって深刻な問題なのかどうかってことですよ。実は全然トイレに貼ってある諸星群と同じようなもんですよ。北朝鮮から飛んでくるであろうミサイルだって自分にとってみればね。だってもう自分を忘れてきてんだから、ミサイルで死のうが、あのトイレの諸星群であの酔いがちょっと冷めようが大して変わんないんですよ。まあ、みんな適度に酔っ払ったような状態で生きてて、恐怖と遠いを学んだことはないわけですよ。
で、ほとんどは一種の暇つぶしとか、人間性に対する裏切りを裏切りと感じないで、なんか無責任なことを喋って生きてる状態があるってことを、これ言ってんだと思うんですね。で、それが外国人から見ると、日本でやってる政治ってのは、自民党がやってる政治ってのは議会制民主主義のためのアリバイに過ぎないと、まやかしに過ぎないと、外国に向けて我々の国は議会制民主主義ですっていうために、ずっと国会で茶番をやってると。なんかよくわかんないこと、なんかよくわかんないけど、よくわかんないままに、よくわかんないもののことが実態だと思ってるんですけども、本当は我々が見なきゃいけないのは自分の後ろ側にある、自分が今まで見つめなかった何かがあるんだということですね。それに関してはすごい無頓着だということを言ってると。で、絶望的な状態にあるのに絶望に気づいてないというか、まあ、ある程度反省があって、真人間に戻ろうよって言うけど、真人間に戻ろうよって言っているやつが持ってきたのが、居酒屋に 居酒屋にすごいいいことが書いてあったよって言って、俺のいつも行ってる居酒屋のね、なんか壁にね、親の小言と冷や酒は後にから聞くぞって書いてあったぞ、大切なことだっていうわけですよ。で、みんなポカンとしちゃうわけですよ。で、ポカンとして、いや、でも確かにいいことが書いてあると、冷や酒も親の小言も後で聞くなって言って、とりあえずみんな、じゃあもう一杯飲もうって言って、冷や酒で乾杯するみたいなことをやって、無頓着と。そういうことじゃないんだと。そんなトイレの格言で乾杯してちゃいけないんだと。いうことなんですけども、できないんですよ。だってもっと深く反省するきっかけがないんですから。おもちゃを本物のように思い込んでる大人っていう説明は深いですね。そうなんですよ。ね。そういう状態になっちゃってるんですよ。だから、まあ仮にですよ。まあ、マスメディアで流れてることを真に受けていいのかって問題ですよね。マスメディアでやってることなんて、トイレに貼ってある親父の小言と一緒だと思えば、あんなことを真に受けてわーわー喋って炎上してること自体が、恐るべき倫理的愚弄、戦慄すべき絶望 ってことですよね。だったらマスメディアでやってることを見ない方がいいってことになっちゃうんですね。トイレに貼ってある、処世具みたいなことしかやってないわけですよ、本当はね。そんなとこで感心して怒ったり笑ったりしてちゃまずいってことですよ。ということを私、キルケゴラ言ってんだと思うんです。で、私も思うんですよ。それを。すごい。その、マスメディアでやってることって、需要と供給の均衡点でやってんだと思うんですよ。で、我々市場経済の中で、資本主義の中で生きてると、需要と供給の均衡点が本物だと思っちゃうんですよ。で、その均衡点って常に変わってんですけども、変われば変わるでみんなそこを追っかけていくわけですよ、ずっと。で、そこに何が本物のものがあるかと思って生きてんですけども、で、そんなことやってると、どん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 倫理的愚弄とか、戦慄すべき絶望状態っていうのは深まっていくわけですよね。で、みんながみんなそっちに流れていっちゃってる状況が、我々の生きてる社会なんですよ。だと思います。まさにそうだと思う。ありがとうございます。だとしたら、やっぱり自分自身で考えるってことは必要になってくるわけですよね。なんかトイレの処世訓みたいなものありがたがってていいのかって問題になっちゃいますよ。また昨日に引き続き、私、西部進さんのことすごいよく考えるんですけど、あの人トイレの処世訓みたいなことしか言ってないんですよ。で、あれが良かった、良かった、良くないの話しちゃってるんですけど、トイレの処世訓ですよ、それはね。で、別に西部さんがあれだってわけじゃないですけど、テレビに出てるコメンテーターなんて結局トイレの処世訓なんですよ、全部。テレビに出てる時代で。だって需要と供給の均衡点のことしか喋んないんですから、ずっと。じゃなきゃテレビなんか出らんないわけですよ。
本当に絶望しきってたら、まずテレビに出ようなんて気になんないし、マスメディアでなんかやろうなんてなんないですよ、そんな。東京 MX テレビとか出ないはずなと思うんですね。でも分かってやってたってことは、ある程度、まあ、本人がその戦慄すべき状態であったのか、あるいはその喜劇的自己欺瞞というのは意識しながらやってたのか、まあ、意識してやってたんなら人を騙してたってことになりますけども、まあ、人を騙してないんだとしたら、本人が自分自身を一番よく騙してたってことになっちゃいますよね。で、マスメディアに出てる人は、やっぱりある程度そういう役割を担ってると。じゃあお前が YouTube で喋ってるのだってそうじゃねえのかって話に なってきますよね、もちろんね。で、私だってトイレの処世君かもしれませんよ、人から見りゃね。だけど、まあ、なんだろう、それに対して市民の掟によって罰せられなきゃいけないんじゃないかってふと思うと。なんでこんなにしょうもないのかって問題があるんですよ。昨日も結構学生の方からね、コメントいただいて、なんかやっぱりしょうもない、しょうもないですと、大学生ですけどしょうもないですっていう話を聞くわけですよね。なぜしょうもないのかっていうと、何か罰せられなきゃいけないもんが罰せられないで、そのまま人間性に対する裏切りとか、気違いのような時間の浪費とかが、そのまま垂れ流されてるからですよ。で、我々がそれを許してれば、ただただそれが続いていくだけの話だっていう話ですよ。だからまあ、意を決してね、テレビを見ないとか、テレビのコメンテーターの言うことをもう一切信じないとか、自分で遮断しなきゃいけないんですよ。外に向かってあるべきものを求めていくっていうのは恐ろしいってことですよね。で、自分自身に向かい合わなきゃいけないんですよ、本当は。で、外からの情報で、需要と供給の均衡点で、そこから自分ってものを定義しちゃうと、すごい辛いですよ。なんかね、トイレの処世君を真に受けて実践して生きてる人間みたいなものになっちゃうと。でもその人は本当に自分自身なのかということですよね。一度も自分自身になれずに死んでいくってことは、起こっちゃうってことですね。で、続きです。おそらく彼らの生涯のうちにも、彼らのまた内面への方向にを取って進む瞬間、かっこ、これが彼らの最上の時であるがありはする。そして彼らはほぼ第一の難関のあたりまでやってくる。だが、そこで彼らは道をそれるのである。この道は彼らには容赦のない荒野に導くように思われる。されど周囲に美しき緑の牧場あり。これで彼らはこの方に道を転じて、すぐに彼らの最上の時を忘れるのである。ああ、彼らはそれがまるで子供の遊戯にでも過ぎなかったかのように、それを忘却し去るのである、って書いてあります。本当は自分自身の内面に向かって、自分自身のだけの道を歩いていかないと。その場合は周りは荒野ですよ。何も草一本生えてない荒れ地を人間は歩いていかなきゃいけないんですよ。だけど歩いていく途中で、されど周囲には美しく緑の牧場ありって、これゲーテのファウストの中の言葉らしいんですけど、なんか美しい牧場があるぞって言って道をそれていくと、本当はもう何もない砂漠の一本道を歩いていかなきゃいけないはずなのに、自分自身になるためにはですよ。自分の背後にある内面性の方を歩いていく場合はですよ。だけどそれてまた外に出てっちゃうと、プチ家出したりお酒飲み始めたり、なんかちょっと外に出てっちゃうんですね。で、自分自身の最上の時間を忘れて、また倫理的愚鈍の方に引き寄せられていくってことですよ。で、昨日もお話ししたんですけども、ウォーレン・バフェットの言葉が 紹介してすごい難しいこと言ってるんですね。自分が買う株の銘柄っていうのは、明日取引所が閉鎖されて5年のうちまで開かれないとしても、買いたいものを買えっていうわけですよ。で、私、それは難しくてみんなできないって昨日お話ししたんですけども、そういうことですよ。これから5年間一人っきりで荒野は歩きなさいって言われて、それはあなたにとって最上の時間の過ごし方ですよって言ってんのと一緒ですよ、ウォーレン・バフェットにとってみら。で、その道を信じて5年歩めば、あなたは、まあ、年率20%ぐらいの、リターンはもらえますよと。
で、じゃあ年率20%のリターンだとすれば、まあ、100万円持ってれば、まあ、120万円になるってことですよね。でも多くの人は100万円投資して120万円になればこんなハイリターンなことないんですけども、でも実はそれが理解できないから、でも100万で120万じゃあんまり割が良くねえな1年でって言って、なんかビットコインでなんか2ヶ月で10倍になったよって聞くと ビットコインの方に 道を逸れていくわけですよ。されど周囲に美しき緑の牧場ありと、ビットコインが超熱いと、まだまだ上がっていくと、100倍になるよって言って、だってもう最初買った人、なんかもう100万で買った人は1億円なってるよとか聞いて、なんかもう気が気じゃないわけですよ。で、ウォーレン・バフェットの言った、あなたが荒野を歩むのが一番最初の時ですよと、5年市場が閉鎖されても買いたいと思うものを買いなさいっていうのを全部忘れちゃうわけですよ。で、忘れてですよ、ビットコイン買って、まあそれで儲かったとしても損をしたとしても、結局道を外れていくってことですね。で、道を外れることによってその人は自分自身になるチャンスを失うわけですよ。ということが起こっちゃう。それで儲かろうが儲かる前が、なんか自分の自シブリンというか自己規律手放すわけですよね。本当はそこによって自分の内面に到達するのに、なんとなく門の宗助じゃないですけど、なんとなく門に行ったけど、なんとなくやっぱ帰ってきちゃうみたいな 帰ってきて 元の黙阿弥みたいなことをやってしまうと、自分自身何も変わらないと。周囲は変わりますよ、ちょっとはね。それは儲かったり損したり、まあ、ビットコイン買って儲かったり損したりするでしょうけども、いずれにせよその人自身が、まあ自分の内面に向き合って、まあ、恐怖と脅威を学ぶことがないと。だって5年間誰もいない道歩くなんて恐怖でしかないんですよ。でもその脅威のところで脅威ってことは何々すべしってことですね。自分に対して何々すべしと、この荒野を5年間歩くべしって自分に常に自分の理性が命じてくるままに、その道を一人で歩くなんてことは、これはもうほとんどの人間がやってないわけですよ。で、そんな精神の規定のもとに生きてる人間なんてほとんどいないと。多くの人は道を外れて無頓着、倫理的愚鈍、絶望を克服したっていう自己欺瞞、そういう喜劇を、戦慄すべき喜劇を演じて、この世俗の中で、直接性の中で、幾ばくかの反省意識を持って、生きてると。いうことを言ってるということです。まあ、何ですかね。そういう話でした。まあ、こんな話しても質問なんか一個も 来ないですけども。信じるって難しいと思いますよ、やっぱりね。すごい。君たちはどう生きるかじゃないですけど、コーペル君だって約束するわけですよ。でも約束を自分が、ね、黒川君たちに囲まれてる喜多見君を見た時、動けなくなっちゃうわけですよね。あれだけ約束したけど、口では約束するんですよ。でも口では約束したけど、実際に行動するとなると足が進んでしまったと。卑怯に逃げるってことは起こるってことですね。で、自分がした約束を信じてはいるんですけども、まあ実行に移せないと。で、信じたことやるっていうのは、まあ荒野の中一人でね、歩いていくことですよね。でも歩いて行った人にしか見えない景色が、まあおそらくあるんでしょうけども、多くの人はそれは内面に向かって歩く道がそうなんだと。みんな外に向かって歩いていっちゃうと、世界一周旅行すればなんか新しい自分になれるんじゃないかとか言うけど、そんなんじゃなれないんですよ。外に向かって何かがあるわけじゃないんですね。自分の内側を掘り返していくっていうことは自分自身しかできないから、すごい大変なことだってことですよ。だけどそれこそが自分にとって最上の時であると。最初の質問に戻るんですけども、読んでる途中でつまらないと感じた本はそのまま読み続けますか？私はもったいない気がして最後まで読んで後悔したことが多々ありますっていう質問も、まあ本を読むってこと自体が自分の
内面を掘り返していくってものであれば、まあそれに例えればですよ、何かもったいない気がして後悔したっていうのは他の道にずれていくことのような気がするんですね、おそらくね。で、それをさらに私に質問してくるとなると、やっぱ迷うってことですよね。一人で歩いてる道に誰も人がいなくなって、足跡もないし道もなくなってきたら、引き返した方がいいですかと、言ってるのと一緒だってことですよね。でもこの問いかけって誰も答えを出してくれないし、もったいないんだか後悔するんだか分かんないし、そのままもうこの世に戻ってこれないような道があるとしたら、それを進んでいいですかって、誰に問うんだって話ですよね。で、そういう問題の中を我々やっぱね、生きてんですよ。で、生きててね、で、たまたまあったトイレの中に、もう頑張ったからそれでいいんだよ、三つ男が書いてあると、あ、よかったって言って 途中で帰ってきちゃうかもしれないですけど 山の富士山の5合目あたりで帰ってきちゃうみたいな。ね、それ以上登るともうね、誰もいなかったり、一人っきりだったり、もう心細いと。でも、心細い方に行かないと、自分自身になれないはずなのに、途中で入ったトイレの書生君で、なんとなく引き返して、俺5合まで、目まで行ったよって言って、絶望と戦って5合目まで行ったよって言って、ね、つれづれ草の仁和寺の奉仕じゃないですけど、仁和寺の入り口まで行って帰ってきて、仁和寺見てきたよって言ってるような感じになっちゃうってことですよね。ということでした。まあ今日はここまでです。まあ、最後まで聞いていただいてありがとうございました。メルマガ登録募集してますんで、よろしければ、説明欄のとこからご登録ください。あと、Amazon 楽天のリンクも貼ってありますんで、よければ一度踏んでいただいて、お買い物していただければ、当読書会に紹介料があります。ご協力ください。じゃあ、皆さん、遅くまでありがとうございました。寒いんでね、暖かくしてお休みください。では、おやすみなさい。